我はカグラ、すべての妖魔を滅せしも。服が変わっただけじゃない。カグラ様。おどちが出てきた。吸収するのか。消え去るがいい、イザナギ。道元が貴重な道元が消えた。この時を待っていたんだとか言いながら出てきたのかな。道元は完全に覚醒したんですね。ただ立っているだけなのに巨大妖魔並みの迫力だ。一体どうなってるんだ。カグラ様が真に覚醒したらお前たちに止める術はない。あとはもう定めの道をひた走るだけだ。すごいカグラ様、イケメンだな。ううん、完全覚醒なんかしてないよ。どうして？なんだと？ふざけたことを言うな。なんで一人一人顔が出てくるんだ。それごと妖魔の前にお前を召してやろうか。召してやろうか。完全覚醒してるって言うんだったら、カグラちゃんはどうして泣いているの？泣いているの？泣いてる。私に。カグラ様の頬に涙が。どうして？完全覚醒ではないのか？忘れたくないんだな。力は完全に覚醒したかもしれないけど、心は前のままだね。ナラクちゃんを思うカグラちゃんのままだね。だったら何だというのだ。力さえ完全覚醒すれば同じこと。お前たちに私は止められない。うん、絶対に止めてみせる。さあ、超秘伝忍法書を使うんだ。ここで使うんだ。みんなを笑顔にするために戦う。それが私の正義。私の忍びの力はそのためのものだ。アスカ、相変わらず正論ばかりだな、お前は。味方はどうしたんだ。なぜ二人だけで戦っているんだ。全員で取り囲むんだ。私はもっとシンプルだ。強い奴がいるなら戦いたい。命を燃やすような勝負がしたい。カグラ、お前は私に生の喜びを与えてくれるか。そんなこと言うなら怠慢で戦おうぜ。勝負だよ、カグラちゃん。これが私の戦力だ。超秘伝忍法書使わないんですか。使わないんですか。緑と赤に変身しようよ。お、使うか。シャキン。こんなん知らない。何ですかそれ。何ですかそれ。剣を抜いた。アスカ、ホムラ、舞い忍びます。なめるな。カグラの真の力をその身で味わうがいい。アスカのその格好知らんぞ。新神楽になって。何このイケメン、俺に似てるな。でもなんか動きは女の子っぽい格好する。最終戦、ふわふわってした女の子。最終戦か。全力だ。瞬間移動してるぞこいつ。ちょ瞬間移動してるぞ。私の心が叫んでいる。いや、攻撃当てれないじゃないか。命を燃やして戦えと。グレンに燃えるこの太刀でお前の命を燃やしてみせる。後ろから攻撃してるじゃないかこいつ。卑怯だぞ。真の力に目覚めし私に心はただ使命を圧倒するの。攻撃が当たってるわ。お前たちの言葉を。攻撃当たらない。ほいほい。当たった。届いた。僕で。よし僕で。私たちは知ってるから。さあ僕で。本気で戦えばお互いの心が通い合うって。
さあこれで終わりだ。あ、当たった当たった。よし、僕ね逃げられた。さあ僕ね逃げられた。かかってくるがいい。アスカホムラ。さあ僕ね、よし、行け行け、僕ね僕ね。逃げてるだけじゃないか。何言ってんの。しようか。ちょいとか瞬間移動する。よし。いざ参る。あれ違う。ちょっと変わった。どこ行った？つけた。ガスパー。残るんだ。ガスパー。いやいや。いや、3。うわあ。ほいほいほい。ガスパー。ガスター、ライガー、何をしてるのか分からない。チャチン、チャチンってくる。シエタがもう そこでランプ X だ。ランプ X ゲー。ほい。で、そのまま追跡。出番だよ。シンク。シンク。残ります。なんか入って、なんか入って。二人で僕ら、二人で僕ら。やった。うわあ。やばい。そのまま僕だ。うわー、やばい。お、破れた、やっと破れた。どういった、どこいった。さあ、逃避だ。出番だよって。アスカもう、吹っ飛んでるじゃないか。あれ反対向いた。どういうことだ。ちょ、わかんねえよ、わかんねえよ。あ、消費されてるのか。うわー、僕はやばい。やばい。あかん、あかん、危ない。すぐ危ない。これで終われ。終わった。ああ、疲れた。破れなかった。やっぱり私たち最強コンビだね。まあ。認めた。まあなって。すごい燃えて、燃えてるというか、オーラが出てる。うおーって。はーってすごい声したした。そんな、バカな。私が、負けるなんて。私が負けるなんて。カグラちゃん。いや、まだだ。
まだ終わっていない。もう終わったから。私はどうなってもいい。奈落のために、奈落のために、もういい。奈落、神楽様、いや神楽、呼び捨てにした。もういい、神楽、やめてくれ。神楽、神楽、神楽、私の友達、ずっと待っていた私の友達、神楽、お前にいなくなってほしくないんだ。奈落、やっと普通に名前を呼んでくれたな。分かったよ、私たちの戦いはこれまでだ。普通にいつも名前呼んでたじゃないか。様がついてたけど。おしまい？ヨウマどうするんだ？使命は、起きてはどうする。そんなものクソくらいだ。私は神楽と離れたくないけど、このまま妖魔を放っておくことも。だから使命のことなら安心していいって。ああ、お前たちの代わりに妖魔は私たちが狩る。妖魔がそんな雑魚モンスターになってしまったなんて。お前たちの気持ちは嬉しい。しかし妖魔狩りの使命を取られたら、これから私は何のために生きていけばいいんだ。俺は一体何のために生きているんだ。自分のためでいいんじゃないかな。そういうことらしいな。自分のため、これからは奈落ちゃんと一緒に生きていけばいいんだよ。何をしていくかは二人でゆっくり決めてさ。じっちゃん、ご苦労だったな。じっちゃん、なんでいるん？見事じゃ、アスカとホムラよ。お前ら何もしてないじゃないか。とっさに変わり身の術を使ったのじゃ。毒がなかなか抜けんで苦労したがの。そんなんでいいのか。さすが忍者、汚い。何かあったら変わり身の術で逃げたって言えばいいんだな。アスカ、そんな顔をするな。京都の町から全ての妖魔を払ったのはお前たちだ。その事実で上層部を納得させた。お前たちも俺もお咎めなしだ。妖魔とは何だったのか。本当、ダグラちゃん、ナラクちゃん、落ち着いたら東京見物においでよ。妖魔を倒すことだけが人生じゃないよ。世界は広いんだから、まずは東京の楽しいところからいっぱい教えてあげる。東京の楽しいところを俺にもいっぱい教えてほしいな。俺にはわからなかった。東京もいいが、まずは温泉だな。そうだな、温泉行こう。なんだそれは。いいか、温泉というものは忍びにとって非武装中立地帯で、とか言いながら何回戦ったか。疲れたわあの時。もうそれじゃ何だかわからないよ。温泉っていうのは暖かくて気持ちよくて仲良くなれるところだよ。お前の説明こそわからん。あれ、イケメンだったのにブサイクになってしまった。じゃあもう今からみんなで温泉に行こう。傷は？全く傷がないのか。
あんなに可愛かったカグラちゃんがただのババアになってしまう。こら待て、先に行くな。走っていく、走っていく。どこまでもまっすぐに。それぞれ向かう道は違っても、みんなまっすぐに走っていく。声持ったぞ。離れ離れになって、時にまた重なって、自分の道を走っていれば一人じゃない。いつでもみんなと心はつながっている。何を言い出したんだ急に。だから私は揺るがない。何があっても揺るがない。私は私の忍びの道を毎月進む。ネット小説かなんかは、ネットのブログかなんかでよくこんなこと書いてるのを見るぞ。これからもずっと忍びの道を極めるまでは。までは。しかしアスカ、本当にお前は一直線バカだな。それホムラちゃんに言われたくないよ。もしかして私たちは似た者同士なのか。今頃気がついたの。エンディングか。ねえ、ホムラちゃん。私、みんなのためにちゃんと頑張ってこれたかな。語り出した。効果もあるのか。何もないよ。全力でここまで来たけど、聞いてみたかったの。BGM がうるさすぎて、何を言ってるのかわからん。全く過去の話とつながってないというか、独自路線に走ったというか、初代と忍びバーサスは何だったのかっていうぐらい全然違う設定だった。昔のような爽快感がなく、雑魚敵がアホみたいに強くて、コンボが繋がらなくて、ボスもボスでめっちゃ強かったけど、優しいオチだったけど、なんとかクリアができたかな。辛かったな。私たちの出会いは忍び同士でなければどんな感じだったんだろう。普通の女の子たちみたいに一緒にお買い物行ってパフェを食べてカラオケして、料理教室に通うのもいいな。どちらの料理がうまいかなんて勝負してみたり。それ面白いね。花嫁修行にもなるし。花嫁か。ないな。ないない、想像つかないよ。眠い、そんなゲームあったな。料理対決っていうゲームがあったけど、買おうと思ったけど買わなかった。PS4 とビータで続編が出るから、それを楽しみに待ってよ。 PS4 のメニューパックとビータのメニューパックと、それぞれ特典が違うっていう。ヘビザとそこどこだっけ、忘れた。月仙だ。新ヘビザと月仙の小さい人形あって、 PS4 がビータかで、バラバラで作ったら両方買わないと揃えることができない。買うけど、両方買うけど、楽しみになってよ。なんかすごい顔が、カグラの顔が黒い人みたいだった。
夜更かしたシーンが。先輩たち。まだ続いた。結局道元はカグラの攻撃が終わったんかな。エビシュリンフカニみんな吸われていってるシーンだ。なぜ私まで。イケメンモード。結局新キャラって言いながらこの二人使えなかったっていう。道元がカットされた。髪の毛絶対短くなってるよなこれ。3月かな3月1月だったかな。2015年をお楽しみに待ってます。それにしてもお互い飛んだ旅行になっちゃったね。まだ続いた。まったくだ。私はまだ京都を全然楽しんでないぞ。本当だよ。まだ食べてない名物がいっぱいあるんだから。ま、それでも悪くはない旅行だったな。手のひら返した。うん、私もそう思う。ホムラちゃんはこれからどうするの？今回みたいに抜け人として仕事をもらっていくの？そうだな。それともう一つ、蛇城に戻るという選択もある。蛇城潰れたんじゃないの？ただ蛇城に戻るためにはその前に片付けておかなければならないことがある。決着か。ああ、なるほどね。なるほどねってお前なんだか分かったのか？分かるよ。ホムラちゃん単純だから。考えてることなんてお見通しだよ。バカにするな。だったら言ってみろ。私の考えてたことを言ってみろ。これでしょ。マジか、今から。やれやれ、お前にはかなわんな。さあホムラちゃん、ガチモードでやるの。最後に最高作ろうよ。よかろう。アスカ、正義のために舞い忍びます。ホムラ、悪の定めに舞い順じよう。やるんかい。エンディング直後にいきなりやるのやめてくれよ。いつの間にかアスカにタツナがついてる。アスカ、舞い忍びます。花火が本当の先に行くのか。うらうらうら、体力ないぞ体力ないぞ。どうなってんだ。何故人は生きるのか。語り出した先生。母から生まれ落ち、先生語り出した。灰とキスのは人の定め。どのように生きようとも確実な死が待っている。では二人吹っ飛んだ。生とは無意味なのか、命とは無価値なのか。ボッコボコにして。そんなことはない。
進化の少女たちはもがき、悩み、苦しみ、地面から命を全うしようとした。時には笑顔を交わし、時には刃を交えたとしても、そこには確かに生があった。熱く激しく燃えるような命があった。これより続く物語は善と悪の戦いの奇跡であり、忍び学生たちの激しくも悲しい命の記録、人が生きる意味を知ることの物語である。忍びとは影、真なる影、忍びとは炎、グレンの炎、静かに熱く燃える真紅の行方は今は誰にもわからない。わからない。終わった。お疲れ様でした。